皆さん、こんにちは。今回は、食欲大暴走で激太り私を太らせたあの食べ物をお送りいたします。ではでは行ってみよう、ゆっくりしていってね。ここ最近ケンタッキーにハマって体重が激増しています。仕事も座りっぱなしで体が重いです。みなんさんはどんな食べ物を食べて太りましたか？アルフォートと大福とミルクティーをずっと飲み続けてたら3キロ太った。歳を取ったら簡単に太るようになったよ。なかなか痩せない片揚げポテトしかも BIG をマジで毎日食べてるよ。どんどん太ってきた。朝、アイス、カップ焼きそば、味噌汁昼、お好み焼き、味噌汁、ぶどう夜、ステーキ、サラダ、大盛りご飯、もも2個。すごい、なんだか羨ましいような、複雑な気持ち。専用主婦になっておやつが当たり前になり、ロールケーキにはまり眠る前のラーメンで半年で6キロ増えました。仕事が忙しくて朝昼食べず夜残り物のスーパーの唐揚げ弁当食べてたら1年ちょっとで15キロ太りました。フルーツグラノーラにバナナ入れて食べてたら思ってた以上に太ってびっくりした。食物繊維で便秘にもいいイメージだった。ホームベーカリー買ってパン作りにハマって何度か作ってたらブクブク太った。うますぎてバターたっぷりのトースト食べまくってたら5キロ太った。これわかる。私もホームベーカリーでレーズンパン作って2斤ぐらい食べてた。しかもレーズン食パンをトーストしてバターをたっぷり塗って食べてたらブクブク太ったよ。コストコの40袋入りレンチンポップコーン、子供が喜ぶかなと思ったら全然食べないので毎晩晩酌のつまみにしてたらいつの間にやら5キロも太ってびっくりした。ミックスナッツをつまみに食べてお酒飲んでダラダラしてたら3キロ太った。スーパーの弁当も2個とか食べてた。ガルちゃん爆笑有益チャンネル。マックスから12キロ痩せたのにビールや焼酎日本酒にハマり揚げ物祭りを毎晩やってたら10キロ戻った。仕事での楽しみが菓子パンをお昼に食べることだった時、一気に5キロ太った。菓子パンって太るよね。職場のすぐ近くに新しくパン屋さんできて毎日のように食べてたらあっという間に3キロ増。絶賛デニッシュ食パンにハマって1週間くらいで3キロ太った。軽くトーストしてさらにバター乗せたり蜂蜜塗ったりすると最高の至福タイム。私さ、フレンチトーストにハマってずっと食べてたら7キロ以上は太っててびっくりした。菓子パンだけで太るの？カロリー少なめだと300未満、多くても600カロリーぐらいじゃない？1個だとそんなもんだけど、ご飯代わりに食べると私は3個以上は食べるから軽く1000カロリーいくのよね。コーヒー牛乳をお風呂上がりに毎日飲んでたら2ヶ月で5キロ太った。飲み物からのカロリーエグい。近所の夜しかやってないたこ焼きハマって毎日のようにコーラと一緒に食べてたら3キロ太った。ダイエットで8キログラム落としたから油断してネトゲにハマってウーバーでピザとカラーメン、マックのハンバーガーコンボ決めたら20キロ太ったよ。つけ麺週3で食べてら1ヶ月半で5キロ太ったよ。デスクワークから介護に転職して痩せるかと思ったらストレスでスーパーのでかい弁当ドカ食いして半年で4キログラム太った。キセル地域に引っ越し、マラソンが趣味なのに冬は走れない。引っ越しのストレスからドーナツを爆食いしてたら10キロ増えた。夏の疲れを解消しようと毎日甘酒飲んでたら短期間で3キロ太りました。元気になりました。転職のストレスでご飯食べた後に山崎のこれ食べた後にさらにファミリーアイスも食べてそのまま寝る生活続けてたらたす10キロ増えた。無職になって10ヶ月、朝からカツ丼とかナポリタン、フライドチキンに大量のポテチ、夜は飲んで揚げ物三昧してたら14クグラム太った。それから元に戻らない。ラーメン好きすぎて、仕事帰りに週5杯くらい食べてたらみるみる6キロ増。疲れてると特にガツンと味の濃いものとかカロリー高いものを求めてしまうよね。ペペロンチーノと炭酸ジュースを毎食、夜食に食べてたら10キロ太った。モスバーガーでバイトして美味しいからと月見フォカッチャとシェイクを頻繁に購入してたらブクブク8キロ増えた。私は子供が全然寝ない子で常に抱っこしながら片手で食べれるサンドイッチとかホットドッグとかおにぎりとか食べてかなり増量中。6キロ。運動しようにもスクワットやウォーキングくらいしかできず、見事なガンダムデブおばさんになった。倉庫の仕分けで夜勤バイトして深夜に帰ってきてお腹減ってコンビニ弁当とチューハイ食べて飲んで3キロ増2週間でこれ恐ろしい。禁煙して今5年、本当に10キロ太った。今まで吸ってて食べなかったおやつにお菓子食べたりご飯を代わりするからだ。
毎朝朝ごはんに板チョコと甘いココア食べてたら2ヶ月で5キロ太った。朝チョコ食べるとポリフェノールが脂肪燃焼促して痩せるって聞いたけどダメなんだ。ひとかけらとかそういうレベルの量なら痩せそう。笑い1枚食べたら顔が吹き出物だらけになりそうで心配だな。昼はマックかラーメン屋かカップ麺、夜は度数高めのチューハイ3缶をジュースで割って、おつまみはポテチ。4ヶ月で7キロ太った。大学生の時にチョコチップメロンパンにハマって、お昼に食べたり、母がおやつに買ってきたりで、あっという間に5キロ太った。私もメロンパン大好きで、ホイップクリームを挟んで食べるのにハマって食べてたら2週間で5キロ以上太った。産後、子育てと夫婦仲モラハラで毎日夜中にポテチとアイスとジュース飲み食いしてたら10キロ増えた。太り方も見事なストレス太り。毎日、ホットモットの生姜焼きとチキン南蛮のご飯大盛りのお弁当を食べてたら、1ヶ月で極具太りました。激務が続いててストレスで毎日夜中にチョコチップクッキーを1箱食べていたら、2ヶ月で 6kg 太りました。退社後、ラーメン食べて感激して、あと、晩ご飯としてとんかつ定食食べたりしてたら、90キロを超えました。子供産んで3キロ増え、ハンバーガーにハマって3キロ増え、パート辞めてプリンにハマりさらに2キロ増えた。眠れないからと蜂蜜生姜ココアをダブルトリプルの濃さで作り、毎晩飲んでいたら1ヶ月で5キロ太った。昼はマック、夜はインスタントラーメン、春巻きにハマって5本食べてた。野菜も食べない生活してたら9キロ太った。顔パンパン。私もダイエットしてたけど辛くなってドカ食いしちゃって、毎日カレーヌードルとかオムライスとか角煮にハマって食べてたら、あっという間に10キロ増えてた。パン屋さんにハマってバゲットを毎日買って焼いてたっぷりバターつけて食べてたら1ヶ月で6キロ太った。食事の後お菓子はチョコとかポテチでも2袋ごと完食。ご飯は最低2膳から夜中にラーメンを食べたり、とにかくずっと食べていました。ストレスで4年で13キロ太って体型が元に戻らない。メロンクリームパンにハマって毎日食べてたら10キロ太ったわ。一人暮らしの時に、失業して無職、そしてフリーターで、お金がない頃、声優で1キロ180円ぐらいで買えた乾麺のうどんだけをひたすら食べる生活をしてたら、ブクブク太りました。ストレスで1食 500g を3食食べ続けていたので仕方ないです。毎日職場に来るお弁当屋さんのイカフライ弁当を食べてたら、みるみる太った。2週間で5キロ太った。今まで甘いものは好んで食べない方でしたが、38歳頃からストレスでちょこちょこドーナツを食べるようになり、1年で15キロ太った。正直こんなに太るものなのかとびっくりしている。ポテチ屋のスナック菓子、1日に3袋は夜中に食べる生活をしました。もちろん昼ご飯、夜ご飯は普通に普通以上かも食べてて、58キロくらいから73キロまで数ヶ月で太りました。ストレス解消に種類や度数に限らず、いろんなお酒を飲み始めて、夜な夜なカップ麺とかピザトーストとか冷凍チャーハン食べてたら3ヶ月で4キログラム近く太った。好きな人ができて手作りできる日を夢見て、食パン、ご飯、自分で作ったお菓子の試食。1ヶ月で1キロは余裕で太った。一人暮らしから実家に戻り、母の手料理が美味しすぎて食べすぎて体重20キロ増量。仕事を辞めてスタバのフラペチーノにハマって10キログラム太りました。再就職したけど、基本座り仕事だから痩せません。メキシコの海外駐在に帯同して8キロ太りました。タコスにハマって食べてたら、あっという間に20キロ増えていました。コンビニのデカ盛りチャレンジで朝コンビニ行くとタイミングよく売ってて、毎日食べたら 2.5 キロ太りました。夜勤やり始めたら5キロ太った。夜勤明けのハンバーガーとポテトが暴飲暴食が原因だと思ってる。結婚して休日に夫の好きなラーメンを食べ歩き、スタバのフラペチーノを続けてたら1年で45キロから60キロに増えた。ピザポテトにハマってビールを飲み、毎日のように食べてたら1ヶ月で4キロ太りました。退職してずっと家でヤンニョムチキンとインスタントラーメン食べてたら4キロ太った。夏だからほとんど家から出ないで過ごしてたからかな。プラス4キロは辛い。ホットサンドメーカーでホットサンドにハマって作って食べてた。中身はほうれん草、チーズ、ハム。バナナホットサンドはイチゴと蜂蜜が入ってる。毎日のように食べてたら5キロ太った。あんこを主食にしたらコシアントースト&ドーナツ、大福、2週間で5キロ太りました。コシアンが好きです。デスクワークでカロリーメイト1日6本くらい食べ続けていたら2キロ増。ポッキーとかポテチ大好きで夜中にビールと一緒に食べてたら全く痩せないし、むしろ4キロぐらいは太った。私もストレスのせいか仕事後の夕食として菓子パンを一気に5個ぐらい食べ続けて5キロ太った。
疲れた時の甘いもの最高だからね。さてさて、食欲大暴走で激太り私を太らせたあの食べ物はいかがだったでしょうか。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ではでは、次回の動画でお会いしましょう。